はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジ、シャドウズ・オブ・ローズ、囚われて、なんか正しい核を破壊しなきゃいけないんですけど、前回ちょっと死んじゃったってやつ。残念でしたな。あの結晶を手に入れるまであと一歩というところ。これどうする、一応 見ておきますか。さすが本物は実に生きがいいですな。特別なウサギを簡単に殺してしまうのはもったいない。もう少し楽しませていただくとしましょう。で、正しい核ってあれかな、同じ場所にあるのかな。1回目の核は、なんか樽より下、ここより左みたいな。どれだっけ、ここら辺だよね。やったやった、早い。で次でかいやつが、あ、そうだそうだ、ハンドガンの弾回収して、で敵も来るんだな、あいつはぶっ倒しとこう。邪魔、消えよ。残り時間は2分。まだあるの？と知りますよ。で暗がり奥、あ、これでいよいよフィナーレです。あ、そっか、これちょっとやりすぎた。暗がり奥、ここが分かんねえな。急げ。嘘でしょ。え、あ、そっか、これがどんどん侵食してくるのか。暗がり奥、もっと真ん中、あ、間違えした。これで終わって、どうだ、 OKOKOK。1か2しか回復しない、小は2しか回復しないから使っとこう。よし、やった、セーブポイントがある。全部マイケルのおかげだよ。ご褒美にしては物騒だね。でももらっておく。そうだな、ショットガンの弾がある、いただいとこう。いいね、まあセーブしていこう。で今どこへ捕まったんだ。あー、チカロアイテムはまあ回収できるものはやっぱ回収してきたかな。よしよしよし、ショットガン、ショットガンはどうせあいつと戦うことになるから貯めておきたい。パイプ手榴弾もな、1個は取っておきたいんだよな。これさ、なんかでもここで逃げ回る羽目になんないか。ちょっと見るだけ見よう。スクラップ、パイプ手榴弾めっちゃ材料使うからな。よし、アイテムは回収した、脱出しよう。どっちだ、こっちか。こっちにアイテムはない。いるのか。ここはちょっと細いからな。よし、4発で倒したいね、うまく。ショットガンなんかいっぱいあつ、やだな。あー、まだあるか、薬液外す。でこれどこだ。あ、でここの厨房に出てくるのか。でここの食堂がいつもの癒しの食堂だからね。でここの敵ってなんか残してなかったっけ。残してたよな、さすがに。こいつはシカッとしていこう。もう倒す価値はないだろう、どう考えても。弾の無駄。おい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 、どうしたどうしたどうした。あれ、なんかいよいよだ。そうだな、うん、やっとこの力から解放される。でも今までずっとこの力と生きてきたから、
なくなるって考えると変な感じ。油断するな。分かってる、分かってるから。直前だな。セーブしよう、こまめにセーブしよう。よし。で、なんか順番とかある？あ、3つか。3つは金だよね。炎はと思った。で、あとはこれ2つ、2つは銀。で、1つが銅。よし。これでゲットか。なんでこんなところに置いたんだ、そもそも。まあ、やつの戯れか。頑張りましたな、お嬢さん。ご褒美にそれを差し上げましょう。まるで本物のように見えるでしょう。っていうか本物が知らないからな。当然レプリカですよ。こんな浅い階層に本物を置くわけないでしょう。浅い階層か。まさかこんなに価値のあるものを簡単に渡すとでも。罠には餌が必要ですからな。ごもっともです。また囚われたよ。だいぶ服着たくなっちゃったな。面白いのはここから。あなたの最後にぴったりの場所です。さあ、ショーを始めなさい。やつか。嘘でしょ、あいつ。来た、敵を倒す。さあ、どうする。あー、あれを狙うってことか。使おう、これ。ほんと、至近距離行った方がいい。3発、よし、3発やって、弾補充して、もう使い切ろう、これ。ほら、ほら、ほら、よし。いや、なんかちょっと復活してきそうだ。素晴らしい。回収できるの回収しよう。これまでの2人と違って手応えがありますな。そろそろ悲劇が見たいものですな。場面転換といきましょう。ここにもある。回収、回復薬。さあ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 、どういう感じ。いや、めっちゃ侵食してきてるよ。死んだんじゃないの。これ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 、うおー、回避ができん。これのやつ復活してるしな。これはもう回復薬使おう。さっき手に入れた。で、ハンドガン回収、回収できるのはどんどん回収していこう。ショットガンからの、どこへ行けばいい。いや、これはあれか、倒すか。とりあえずもう集団投げよう。で、圧を止める。なんという優越な。よし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 。ちょっと待って。台は一応取っとこう。さて、こっからだよ。こんなつまらない筋書きがあってたまるか。 OKOKOK、 だいぶ早く処理できたってことだな。どこ？さあ、行け！やってしまえ！見せ場が足りませんよ！これはもったいないな、さすがに。OKOKOK。こっち。あ！これは？増えた！あ、こっち？か？そっとかんたま。ちょ、待って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 。これさ、あ、やっちゃっていいの。やっちゃったけどさ、
後ろか。あ、待って、どこへ出る？で、後ろ回って、ショットガン。反発ではなんとかなんないか。まあまあまあ。ちょっと重い。で、ワープしたらとりあえず逃げ回ろう。あ、そこだ、なるほど。ちゃんと出てくる場所は分かるな。出てきたら、はい、後ろ回ってショットガン、OK、ショットガン4発くらいで倒れるね。これはもうムービー入ったから大丈夫。お前にはがっかりだ。どちらにせよ逃れることなどできませんよ。手榴弾もうナイス、逃げろ。どこに？こっち。入れってことか。飛び込め。あ、これってさらに深層に入っていくんだな、きっと。深層領域へ。村だ。これどこだ？ここは一体どこ？さっきより深い階層。階層？そう。深くなれば帰るのは難しい。早く帰らないといけない。まだ帰れない。あの結晶を手に入れる。化け物でいるのは嫌。友達が欲しい。ただ普通に過ごしたいの。呪いを解きたい。浄化結晶にその力があるなら、普通になれるなら、それを手に入れるまでは帰らない。頑固者。ええ、悪い。それなら探すか。うん、分かった。いや、全然わからん。どこだこれ。開いた。え、アイテム持ってるよね。なんか銃構えらんねんだけど。これはできるか。なんだこれ。結晶があるところ知ってるよ。何これ。なんか逆にこういうの怖えな。あ、これあそこの墓場か。ウバグルマ、友達になろう。え、これさ、こっちに進んでるってことはさ、あそこのなんかベビーちゃんがいたとこじゃん、もしかして。やだ、絶対やなんだけど。あそこ、レッツプレイ。このぬいぐるみなんだか見覚えある。どういうこと？早く置いてよ。こっち行けねえや。いや、この中かよ、マジかよ。いや、一番行きたくないとこなんだけど。あれでもなんか、あ、そうエレベーターだよね。いや、マジでやだ。なんかその生地、なんとなくの内容を知ってるからさ、ここはおかしい。どういうこと？邪魔が入ってる。うおお、いいマジかよ。おお、マイケル、勘弁してよ。なんか見た目が違うような。いや、ここマジで、うわー、来たー。何これ、何なのここ。なんかこんなさ、可愛いぬいぐるみ置いてあるけどさ、タイプライターがある。やつの名前忘れちゃったな、もう。
ようこそロース。今日から小学校に通うことになった。ずっと行きたかった。クリスにお礼を言わなきゃ。テレビや本で読んだ通り、私と同じ子がいっぱいいた。挨拶するのは少し緊張した。ずっとワクワクした。お友達がたくさんできるといいな。明日私から話しかけてみよう。勇気を出して何人も話しかけても誰一人返事してくれなかった。勉強とっても簡単、全部ママとやったことばかりだけど、すぐ答えを言っちゃダメみたい。後ろの席の子が私の悪口言ってた。すごく困ったり緊張したりすると手から白い汗が出ちゃう。今日はとてもそれがひどかった。汚れたハンカチをずっと持ってるのは良くないって先生に注意された。男子にローズは汚いって言われた。毎日お風呂入ってるし、服もハンカチもちゃんと洗濯している。手から白い汗が出たらハンカチで拭くけど、止まらないときはずっと持っているしかない。この汗で他人を病気にしたりはしませんってクリスも言っていた。初めて話しかけた同じクラスのルーシー。本当はずっとお友達になりたかった。だって明日からランチを一緒に食べる約束をした。嘘でしょ、夢みたい。ルーシーの友達のキャサリンとも仲良くなれるといいな。これは小学校時代の日記的な何かかな。あ、いける？あ、なんか、いや、なんかアイテム必要だ。いや、銃構えらんね。いや、終わったな、このステージマジ終わったわ。なんで私の絵があるわけ。いや、マジかよ。いやー、マジでマジか。やだ、今は取れそうにない。はい、遊ぼう。武器はいらないよね。出た出た出た、全部取られてるよ、ほら。いやーやだ、何も持ってねえんだよ。中に何か入ってんのか。そうだよね、誰が襲ってくるかだよな。ここ鍵必要？あ、そんなことないか。こっち行ける？行けんな。ちょっと待ってね、地図は。隠れるとかは特になさそうだからな。奥行くか。地図的にでももうなんかアイテムはなさそうなんだけどな。なんか変な絵が描いてあるんだけど、全然なんか奥に行けんぞこれ。調べる。ハサミ、クマのぬいぐるみ。とにかく詰め込んだロッカー、本棚の写真立て、読書家の机。いや、わからん。これはちょっとわかんない。ゼロ。マジかよ。なんやねん。錆びついて開かない。ちょっと待ってね。ゼロ二。四四。ああ、これ順番だな。なんだっけ、さっきどこで見つけ、ああ、あっちで見つけたな。これか。ロッカー、写真、机。ロッカーが02だっけ。02、写真、0244、読書家の机。あ、どれだ、どっから見ればいいんだ。こっちか。あ、これか。66なのか99なのか、どっちだこれ。まあいいや、024466か024499、どっちかをやってみよう。024466、開いた。でハサミ、しまってね。そう、早急に逃げよう。来た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 。ちょっと待って待って待って。走れ。うわ。え、ちょっと待って待って、なんかいなかった今。いや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 、待って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 。
いややべえ、ここマジでやべえよ。ちなみにここさ、タイプライターないのかな。前ここら辺タイプ、あ、なんかある。お医者さんごっこしよ、この子を助けてくれたら血腫あげる。ここにタイプライターがあった気がするんだけどな、なくなってる。ここにタイプライターになってるのかな。ハサミ、え、ちょっと待って、どうすんのこれ。ハサミ、あ、切った、チョキチョキチョキ。あー、レリーフみたいなのがあんな、幼子のレリーフ。そんな遊び方じゃ決勝はあげられないよ。うわえ、なんだよ、人形遊びならちゃんとできるよね。なんだまた、今度は何。人形遊びの仕掛けを解く。ポーズ1、ルーシー。いろんなところに人形を置いて遊んでね。一応力は使えるけど、多分敵は出ない系なんだよな。なんだこれ。人形とりあえず集めないと話にならないか、まずは。で、幼子のレリーフを手に入れたから、多分こっちだよな。ここに行けば。いや、何これ、一体誰がやったの。そう、誰とかっていうレベルじゃないよね。でもここにはめるっしょ。ガチャで鍵が外れて、ここにもなんか人形があんな。あいつを祝う友達なんて誰にもいない、バカなやつ。ポーズに、ちょっと待って、回収できた。ちょっと待って、キャサリン調べる。上から塗りつぶされている。え、なんと書かれてんのか読めない。いや、なんかわかんねえな。まず人形を集めなきゃいけないか。あ、さっきここで人形手に入れたから、さっきのところって人形2人だったよね。ここ開けられないかな。で、ちょっとも、ああそうだよね、まだここ謎解いてないから。うえ、ちょ、待っ、え、いや怖っ、いや怖っ、怖っ、ガチで怖っ。何これ、いちょ、超怖いんだけど。こっち側、あ、ここにも人形遊びって何をさせたいの。手から何か白いのが出る。あいつを洗ってあげようよ。ここに置けばいいのか。キャサリン、お、いいねいいねいいね。キャサリンで、ルーシー、てかいじめじゃんこれいじめられてね。あ、赤い鍵、そういうことね、ガキっぽ。回収しようこれトライセルのマークじゃん。それなんか普通に、あ、ここ行けなくなってる。ビレッジでも言ったっけ、トライセルはもうこの時代は滅びてるよ。てか赤い鍵ってどこで使うの。こっちかな。ここか。特になんもない。地下にもう行くのか。あー、赤いわ。ジミーズルーム、何ジミーって誰。ジミーの部屋の鍵、いや地下かよ、まあ、行くしかないけどね。いや、なんだよ、はあ、まあ一応使うか、これは使えるから、まあまあまあ。これは
締めたい。よく降りるよな、まあ、降りるしか選択肢がないからね。でもあ、人形ゲット。誰、ジミーか、本当に気味悪い。いや、怖え怖え。ロードが入ったな今。うわっ、いや、これ確かミアだよね。どうなってるの。怖っ、これマジ怖っ。開けよう、ガチャ。あれで3人、ここ4人必要なんだよね。3人多分さっきのあっちか、ここだな、物置だな。ちょっと待って、やばい、もう心が折れそう。ここにセーブポイントがあるからちょっと心が折れそうです。セーブしよう。セーブをして今日はここまで一旦中断します。もうほんとここやだ、めっちゃ怖い。あの人形とかも超怖い。というところで、ここ誰の館だっけ、ちょっと名前忘れちゃったけど、そう、武器が使えない、もう本当にホラーゲーになりました。あんま言葉が出てこない。今回ここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。